どうも、タバタブラザーズです。有野石です。高校野球の話題について触れていきます。いやー、まあもう高校野球ね、なんか終わっちゃって非常に寂しいですよね。まあこの動画を見られてるということは、皆様も相当な高校野球好きファンということで、はい、本当に夏の大会はお世話になりました。ありがとうございました。また今後もね、春夏は予想から、試合解説から中心的に YouTube 撮影を行っていきますので、まあその期間だけでも、その他の期間も見たいなっていう方はチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。僕はですね、大阪桐蔭出身で、2012年ですね、春夏連覇を達成させていただきました。その当時ね、たまたま4番バッターを打たせていただいてて、たまたまね、あの世界の大谷翔平選手からホームランを打たせていただいて、はい、たくさんのメディアからそういった取材を受けさせていただいております。メディア取材でね、今はどうだ、新聞さんでね、トースポさんと今年の夏は契約させていただきました。はい、どんどんトースポで記事を出してということでやらせていただきましたが、今んとこ一旦トースポさん終わりなんで、春の大会また始まりますからね、そちらの方も全校診断にかなり定評あるので仕事をお待ちしております。まあ今日はですね、僕がやっぱこの夏の甲子園見てて、指導力のある高校っていうのを皆様に発表していきたいなと思います。まあ、これはどういう発表になるかというと、やっぱり僕の動画っていうのは結構ね、現役の選手も見てたりだとか、なんていうかな、もう野球関係者めっちゃ見てます。なのでやっぱ自分の息子をここに生かしたいとか、なんかこうやっぱ自分の息子ってなった時に、自分の息子指導力ある高校に入れたいじゃないですかっていうところも含めて、僕は指導力ある高校を発表します。まあちょっとね、やっぱ結果に比例してしまうので、ちょっとまあだからダークホース的な高校はこの動画では上げれないんだけど、結局僕やっぱ高校野球のインフルエンサーとして X、 皆さん一回見てください。ほんまにすごいことになってるんで、一番僕 X で数字持ってるんですよ。何のお金にもなってないんですけど、一回見てください、 X の方もね。というわけで指導力ある高校を発表します。もうね、決まってて、選抜出場してたチームっていうのが、今大会出場してました。夏の大会も例えば、負けてしまった高校でいうと大阪桐蔭、県大高崎、報徳、これは春夏連続出場なんですよ。勝ち残ったチームもいますが、この選抜出場してて夏の大会も勝ち残ってきたチームっていうのが、僕は指導力があると判断させていただきましたので、そのチームを発表します。上から順番に、青森山田、関東一高、京都国際、神村学園。もう甲子園のね、このベスト4、この4チームっていうのは、指導力ちょっと別格やと思いますね。まずはこの春夏連続出場っていうのは非常に難しいことなんですよ。で、僕がここでさらに評価してるのは、春負けてるんです、この4チームっていうのは。関東一高1回戦負け、京都国際1回戦負け、青森山田はベスト8負け、神村2回戦負け。えぐいでしょ、これ全部ベスト4来てるんですよ。これは指導力の賜物でしかないですね。これを軽視できないですし、今後もやっぱこの4チームっていうのは、まあね、その台によってある程度選手のなんかこう兼ね合い、ピッチャーがいい年、バッターがいい年というか、こうね、いろいろあると思うんだけど、バランスがいい選手がドーンって来た時に、この4チームっていうのは抜群に能力を発揮するんじゃないかなって思います。災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。これはやっぱりすごいですよ。で、まあこの中で一番俺はすごいなと思ったのは、やっぱり関東一高、京都国際、この2チームは特にすごいと思いました。なぜかと言いますと、1回戦負けですよ、春。えぐないですか春の選抜1回戦負けで、この2チームで、その負け方も別に、まあ京都国際は惜しかったんですけど、言うても関東一高なんか、まあ関東一高もタイブレークかな、
さらに絞るなら関東一高やね。これなぜかというと、京都国際は春の近畿大会優勝してるんですよ。だから春はちゃんと実績作ったんですよね。春の選抜で1回戦ポチンって負けてもだけど、春の近畿大会ではしっかりチーム巻き返して優勝してるんですよ。関東一高に関しては春の大会も東京大会かな、3回戦ぐらい負けてるからね。完封負け、修徳高校にえぐいっしょ。そっから甲子園準優勝までいっとるから、これは僕はねもう狙いすましたとしか言えないというか、なんか春こんな試合しても、春はちょっと軽視するかもしれないんですけど、夏のね予想するにあたって、僕予選から予想してるので、こんな夏の仕上がり見せられたらやっぱりちょっと僕は、上位評価せざるを得ないですよね。選抜出場してたチームがすごいよっていう話なんですけど、その他すごいところで言うと、青森山田もね、やっぱり春からはやっぱチームが明らかに良くなってた。守りの面もそうやし、なんか僕がね結構好きやるって言ってて、夏ももちろん好きはあったんですよ。ちゃんと全力疾走せえへん、イージーなゴロやったら適当にピュンってさばいたりとかね、いろいろそういうアウトセーフに関わらへんけど高校生らしくない隙は見えてたんだけど、春よりやっぱマシなってるもんちょっと甘いですけど、ほんまはちゃんとやらなあかんねんけどな。でもやっぱ春よりやっぱチーム的にはやっぱ上昇してたし、神村に関しては、投手力不安ってずっと言われてたんだけど、エースの今村投手が最速144キロぐらいでね、いいピッチングしてたよ。ほんで春主戦で投げてた上川床選手かな、レフト守ってた選手なんかもう一回も投げてないですし、だからなんかねもう春とは別チームになって帰ってきてるんよね。神村に関しても京都国際も、元野手の西村投手がねこの甲子園でもう西村投手のおかげで優勝できたみたいなもんやんか。春はだからどっちかっていうと中崎投手中心、秋もそうかなっていうところから西村投手が仕上げてきたっていうところもねやっぱすごいなと思いました。であとはまあ指導力に関してはやっぱこれ以外も挙げとかならね、これさすがに名前さ、甲子園ベスト4が指導力いいですって言ってもさおもろないからさ、まあ挙げさせていただきますと、奈良智弁学園ですね。やっぱり外せないっすね。まあちょっとねビッグネームばっかりなんて申し訳ないんだけど、やっぱリアルな目線で言うと、智弁学園かな。まあだから智弁学園が智弁和歌山で迷うんやったら智弁学園行ってください。やっぱりいいっすよね、ほんまに試合見て強さ感じましたね。やっぱ春ほんまに智弁学園めちゃくちゃな負け方してた、天理にコールド負けぐらいしてたところから、夏ベスト8ですかね。えぐいっすよ、すごいっすよ。でほんで俺関西のレベル知ってるし、天理がどれだけ強いかっていうのも知ってるんだけど、全然春の段階では倒せるような予感もなかったのに、まあ勝負師なんやろな、もう監督が。まあだから一押しはって言われたら関東一高ですね。でもこれは夏限定かもしれへん。春はほんまにひどいで、まあ言い方悪いですけど。でまあ関東一高、京都国際、やっぱこの優勝した2チームが別格かな。まあこれからが楽しみ。来年このやっぱ優勝準優勝した後のチームっていうのは僕やっぱ非常に注目してます。結局その1回さバチーンって勝ってもて、そっからどういかにこうコンスタントに出続けるかっていうのが高校野球の難しいところであって、高校野球の指導者たちっていうのはそこに多分頭悩ましてると思うね。やっぱりこう苦戦した甲子園にどうしても連れて行きたいからさ、そういう組織をいかに毎年作っていくかっていうのを多分結構重要視してて、それがすごいのが大阪桐蔭なんですよ。これはだから別に指導力がすごいって言ってるわけじゃなくて、組織としてやはり、甲子園に出続けることっていうところに関しては今年、まあね、勝てはしなかったけど春夏連続出場ひょっこりしてますよね。地味に両方あれかな、あちゃうわ、春はベスト8、夏はベスト16かな。もうなんやかんややからな、結局来てるから。いい話はこれぐらいにして、もちろんですけども指導力がダメな高校をやらせていただきます。はい、これ毎年夏の恒例なんで、もう仕方のないことなんですよ、受け入れてください。で今回はですね、許可取ってません、注意受けるかもしれませんね
でもね、皆様高校野球好きですから、その高校野球好きな方たちにリアルな話をお届けしたいということで、このチャンネルやってます。甲子園期間中はね、こう野球観戦しながら、あのおっさん YouTube でこんなん言うとったなっていうのを頭の片隅に少しでも入れていただくということで発信させていただいてたんですけども、それが大変好評でね、はい、今後も続けていきたいなと思ってます。指導力ダメな高校注目しておいてください。それではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。